はい、こんにちは。北島アクアティクスのケピーです。本日のカット TV は、キッズスイミング向け、親子でできるクロールの練習紹介になります。やっぱり習い事で人気ナンバーワンを誇る水泳。やっぱ子供の頃に習ってたよっていう方も多ければ、今実際にお子様をスイミングに通わせているっていうご家庭も多いのかなと思いますので、そういったスイミング始めたて、クロールを習うっていうところに向けた練習の紹介になります。めちゃめちゃわかりやすく本編の方で練習の内容まで紹介していくので、お母さんお父さんとこの動画を見ていただいて、一緒に練習してもらうっていう動画になりますので、一緒に練習ができるような環境があるご家庭は、この動画を見ていただいて、お子様のクロール合格に向けて一緒に練習をしていってほしいなと思います。キッズスイミング向けと言ってますけど、大事な練習内容に関しては、今、水泳を習っているマスターズスイマーの方だったり、大人の方にも大切なポイントになるかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では、早速本編の方行きましょう。どうぞ。北島アクアティクスオリジナル商品、好評発売中。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。本日はキッズスイミング向け親子でできるクロールの練習の紹介に、なりました。どうでしたかね。まずは大事になってくるのはバタ足の部分ですね。キックで大きく膝を曲げたりしないように、一緒にお子様と練習するときは、膝の部分を持つのではなくて、すねのあたりを持って、大きく動かしてあげる、確実に動かしてあげるっていうのを、練習してあげるといいかなと思います。腕の回し方については、焦らず片方ずつ、一個一個お母さんお父さんの声でタイミングを取りながら練習してあげるとよりいいかなと思います。あとは呼吸ですね。やっぱり呼吸まで入ってくるとかなり、難しくなってくるんですけど、しっかりとそこの呼吸のタイミングっていうのも、理解した上で、あとは水中での水の中での呼吸方法、鼻から入って口から吸うっていうところ、そこもしっかりとスムーズにまずはできるようになってきてあげると、クロール泳ぐときに苦しくならずに泳げるかなと思いますので、ぜひこの動画をクロール合格への手助けだと思って参考にしていただけたらなと思います。ではこの動画が良かったなと思う方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。トレーニングで悩んでいる皆さん、実践的な指導方法を好きな時に学べる毎週11本のコンテンツを配信中。